ベスト16の戦いになります決勝トーナメント3回戦です。決勝トーナメントには36人が進出しましたので1回戦が組まれました。この16人は社会人が9人、大学生が6人、そして高校生が1人残っています。これより決勝トーナメント3回戦を行います。東鳥取県体育協会北前辰則4段、西近畿大学青木誠3段。北前と青木、社会人とそして大学生の対戦です。ともに初戦は叩き込みで決勝トーナメントこの3回戦に進出してきています。こちら国前です。去年の実業団選手権のタイトルを持っています。近畿大学3年の青木です。青木は押し相撲が基本ですが今日は左四つの相撲も取っています。左国前は左四つ。待ったなし。両手をしっかりつかなければなりません。左から寄っていきました。寄り倒しました。国前の勝ちです。ここでまた学生が一人消えました。国前の低い立ち合い、左を差すのが早かったですね。早かったですね。一気に寄りがいいですよね。はい、はい、これで国前がまずベスト8です。今青木はこうついていこうとした感じではありませんでしたが、はい、どっちかというとですね、少し張り差し気味に国前選手が行きましたんで、はい、それを嫌がって結局上体が浮いちゃったわけですよね。さあ亀井と富田の対戦です。両者ともに非常に特徴のある選手ですね。はい、身長差も結構あるんじゃないですか。はい、亀井は上手を取って豪快な相撲、そして富田はとにかく中に入って動き回る相撲です。はい、見て立ちました亀井。回しを欲しいところですがそれを嫌います富田。向こう側、富田も中に入りたいんですが、さあ中に入った、上手を取った、今度は亀井が上手を取った。ここから投げがあります。亀井、富田は動き回りたいところですが止まっています。足技、下手を深くしました向こう側の富田。外掛け切り返し、富田の勝ち。富田ベスト8。中に入って相手の上手側にこう行きましたね。はい、切り返し気味による、そうしないと投げ食らっちゃいますんでね。はい、ただいまの勝負切り返して西三軒添える。さあ今の相撲です。立ち合いは相手の上手をこう封じるような感じですかね。はい、もう相手に上手取られると投げがあるっていうの分かってますからね。はい、ただもうこう入ると深く差してですね、相手に投げを打たせないように、先に切り返し気味ですね。相手のこの右側の反応